じゃあ、あっちゃんです。今日もあっちゃんの、常備菜作っておきたいと思います。はい、常備菜と言っていいのかな。タコとキュウリの酢の物、簡単なね、超簡単なのを作ります。まず、キュウリを洗います。キュウリね、幹じゃない、安いキュウリに太いねん。と、だからね、3本で120円やったかな。なんか安かったんけども、1本はね、ふにゃふにゃでまずかった。これ太いかどうかわからへんけど、と、半額のモロッコのタコ、買ってきました。賞味期限今日までです。はい、半額なんでね。500円、250円で買ってきたんで、これを使って作りたいと思います。まず、キュウリを切りましょう。まあ悪くないか。では切っていきましょう。ね、菜箸を置いて、あ、いきなり失敗した。ちょっとね、飾り切りを入れていきます。酢がね、よく入るように。で、まあ適当な大きさに切りましょう。うん、おいしい。これね、シーソルトを入れましょう。これぐらい、あんまりですけど、これでちょっと軽く揉みます。軽く揉んどきます。あんまりきつく揉むとね、ばらけちゃうんで、ね、せっかく飾り切りしたやつがね。火を洗わずに、この塩を使うんで、この中へ、ジップロックに入れます。で、タコ。タコを。はい、タコ。さっきは、あんまり洗わないんだよね。洗っちゃうと旨味が飛んじゃうんで、まず、このタコはぶつ切り。タコはね、もうこれが一番美味しいのよ。このぶつ切りするのがね、ぶつ切りというか乱切りというか。足の先はね、なんかね、あんまり良くない。うん、美味しい。タコもこのままだね、一番美味しいのちゃん好きやねんけどね。あえて酢の物にします。入れときましょう。頭、唇、唇じゃんわ、口。頭もね、頭も使いましょう。頭は使うものです。そ
名前と違う。何でもいい。はい。よいしょ。これもここに入れときましょう。で、完成じゃないわ。調味じゃない、調味。ちょっと待ってね。流すわ。はい、この中に、酢醤油、インゲド酢、酢、よいしょ、適当でいいんだけどね、一応計量しようか。キュウリがついちゃった。大さじ1、2、3、4、足らんな。5、何でいいかな。つかるかな、つからんよな。5、醤油。あれ作りたかったんけど、なめたけを作りたかったんけど、醤油がないよ。醤油に買ってくるかな、今から。あらへんね。これね、ああ、いい味になってるじゃない。もうちょっと足しろ。よし、いいか。これをね、吸います。ちょっと死んじゃうかな、これ。いきます。ふっぱ。こんな感じね。これで冷蔵庫に1日から2日つけときます。はい、ということで、今日のあっちゃんの常備菜、すだこ作り、よかったよと思ってくれた高評価を、で、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。またね、バイバイ。はい、タコ、すだこ、すだこ、キュウリとすだこね、これが、一晩ちょうどつけました。ちょっと今日はね、ちょっとだけ食べてみましょう。1日目、2日目とか美味しいからね、今日ちょっと出してみましょう。まずね、よいしょ、子供が食べるかなどうかわからへんねんけどね、一応出しておきましょう。もう一日つけた方が多分美味しいからね。ちょっとだけ酢を。ついでにね、ちょっとあれも出しようか。
ついでにね、紅白ナマス、紅白ナマスももう使ってるんでね、使ってる1日つけたんでね、ちょっとだけ味見ましょう。はい、では食してみましょう。スタコちゃん、いただきます。あ、いい感じに味が入って美味しい。タコプリプリでね、で、きゅうりこのね、この飾り切りをしてあることで味が染みんでね、います。最高、めっちゃ美味しい。で、で今回の動画じゃないけどね、でも味見しておきましょう。紅白ナマス、きっちりね、あの塩で絞ってあるから味が入ってる、美味しい。はい、ということで今日の、たっちゃんの常備菜作り、きゅうりとタコの酢の物、よかったよと思ってくれたら、これ、あ、俺ね、まだ、2、3日つけた方が美味しいね。でも、大体美味しいが1日で食べてしまうねん。だから、今日はちょっとだけ出して、置いときましょう。ね、全部出すと食べてしまうんでね。はい。ということで、今日これでね、ちょっと晩ご飯でこれも食べたいと思います。あっちゃんの、常備菜、酢だこ、きゅうりとタコの酢の物、よかったよと思ってくれたら、高評価を。応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。では、またね。バイバイ。